原竜脚科目は、アンキサウルス、プラテオサウルスなどに代表される草食恐竜の分類群であり、アパトサウルスに代表される竜脚下目と共に竜脚系ア目を構成する、古竜脚類とも、かつては竜脚下目の祖先グループとみなされたが、現在は祖先を共有する姉妹グループであることがわかっている。いくつかの種では、講師の第五種が設置しない、 顎関節が竜脚類より複雑な構造をしているなど、竜脚類以上に特殊化した点も見られる。原竜脚類は山上気候期からジュラ紀初期にかけてパンゲア超大陸で繁栄したが、ジュラ紀前期には絶滅してしまった。その原因は現在の研究でも不明だが、原竜脚加盟の絶滅以降、その生態位を受け継いだ竜脚下目は急速に勢力を伸ばし、 全世界において長期にわたっての繁栄を続けることになる。分岐学系統による原流脚類の解析がなされるにつれ、厳密には原流脚類は単系統群ではなく、原始的な竜脚系類の中で、竜脚類とその直接の祖先を除いたすべて、すなわち、側系統群と言えることが判明してきている。竜脚系アモクソーラパデモーファ、ありがとうございます。